皆さんこんにちは、大谷健不動産屋の広田です。今日はですね、一人でお送りしたいと思います。ちょっとニュース解説ということでですね、全国賃貸住宅新聞のですね、2月28日付の最終日ですね、クローズアップっていうところでですね、4月から成人年齢引き下がる。でこれも皆さんご存知の通りに、来月4月からですね、民法が変わりまして、成人、大人になる年齢がですね、20歳から18歳に引き下げられるですけど、これによってですね、不動産の世界にどんな影響があるかっていうようなところをね、ニュースで取り上げてたんですけども、この辺とちょっとお話をしていきたいなと思います。4月からですね、引き下げられてどんな風に変わるかっていうのですね、できることですね、18歳になってできることっていうのがですね、一つは親の同意がなくても契約ができるですね。これは賃貸住宅の契約もそうですし、携帯電話ですとかローンを組む、あとクレジットカードを作るっていうことがですね、親の同意なしにできるですね。成人だと当然ですよね。から、10年有効のパスポートを作れるとか、今度資格ですね、公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師の国家資格を取ることができるっていうようなところですね。からあと結婚年齢がですね、これは引き下げじゃないんですけども、女性は16歳からだったのが18歳に引き上げになって、男女一緒になるっていうのですね、婚でのことができるようになると。妊婦を変わってもできないのはですね、お酒とかですね、タバコは従来通り20歳までとか、あるいは競馬競輪オートレースなんかの投票権を買うのは従来通り20歳っていうようなことですね。こんな風に民法が変わって変わるっていうところですね。で、我々大家さんに影響あるところはですね、賃貸住宅の契約、賃貸借契約がですね、親の同意なしにできるっていうところですね。で、これ従来の大学生なんかはですね、18歳から19歳になる年のね、4月にこう入学してくるんですけども、その子たちの契約がどうなっていくかとですね。で、従来は本人の名義で契約しても親の同意がなければこう成立しない、未成年だったんで、ね、成立しなかったんですけども、未成年なんで親御さんの名義で契約してくださいなんてことをやってたんですけども、これからは本人が借りたいよって言ったら、もう本人の意思でですね、契約ができちゃうってことですね。メリットとしてはですね、従来はやっぱり親の同意なんかこう取るためにですね、親御さんの、例えば近くアパート借りるってことは近くに住んでないわけですから、遠くの親御さんにですね、電話をかけたり、あるいは郵送でね、書類を送ったりとかっていうことで、ね、同意書を取るのもこう大変だったんでね、この辺の手間が減るんじゃないかっていうようなことが書かれています。デメリットっていうわけでもないんですが、予診面での心配っていうのは若干あるのかもしれないですけどね。従来は親御さんの同意があったんで、当然親御さんも分かってたっていうところもあるんですけども、今度は特に大学生の場合、本人の意思で契約しちゃうんですけども、その時にですね、当然契約者が家賃なんか払わなきゃいけないわけなんですが、事実上は大学生ですと、やはりまだ経済的には自立してないんで、親御さんが払うっていうところでですね、これは親御さんの同意がないっていうところでですね、保証人という形で入ってもらえばいいのかどうか、いろいろあるとは思うんですけども、若干の不安はあるっていう。あとこの辺のところですね、業界としてもですね、全宅連、全国宅地建物連合会、宅地建物取引業連合会ですか、こちらのホームページの方でですね、大人の扉ということでですね、これは大家さんとか不動産業者さんじゃなくて、新しく今度18歳になって成人を迎える人ですね、こういう人に啓発用のサイト、大人の扉っていうものらしいんですけど、こういうものを出して啓発をしていってるっていうことです。大家さんとしてもですね、契約のことだから不動産屋さんに任せておけばいいよって言っちゃえばそれまでなんですけども、やっぱりこういう機会にですね、一度管理会社さんですとか仲介会社さんとどうなってるのっていうようなことで、大学生との契約についてお話をしてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。以上で、今日のお話は終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。